でーん、歌うキョロちゃんやってきました。前回の飛ぶキョロちゃん、なんかね、いろいろ遊んでたら頭打ってへこんでしまったよ。今回はこちらです。歌うプログラミングキョロちゃん感というわけで、プログラミングか、なんだろう、開けていきましょう。パカッ、テルテン、出ました。あ、目がウィンクしとる。と、あー、え、座ってなる。見て、しかもマイク持ってる。かわいい。え、めちゃくちゃかわいいですね。中身の付属は、付録の説明書と歌うキョロちゃんの説明書。そして、前回電池2個だったけど、今回は電池が3個に増えてる。というわけで、早速中身を見ていきましょう。この動画は、キョロちゃんのネタバレが含まれてます。中身ね、絶対に見たくないというか、ネタバレされたくないっていう方は、ブラウザーバックしてください。子供の頃の夢っていう人も中にはいますからね。というわけで、最初。まあ、でも、キョロちゃんの公式のホームページ見ていただけると、まあ、随分ネタバレはされています。中身のおもちゃが何入ってるか知りたくないよっていう人、見ない方がいいかな。じゃ、まず、おもちゃの方、見ていきましょう。クキッとな。中身はこんな感じですね。前回の飛ぶキョロちゃんより中身が少ないですね。3種類あります。あ、こちらは、キョロちゃんシンバルってことで、シンバル叩くらしい。これを組み立てていきます。山折りと谷折り難しいな。はい、できました。ちょっと難しすぎて、ちょっと逆に破れちゃったんですけど。キョロちゃんシンバル、ていかわいい。よくできてるな。というわけで、次見ていこう。次は、こちらです。キョロちゃんパラシュートです。あ、かわいい。これ単体でかわいいね。壁に貼りたいですね、こういうの。貼らないけど。え、これに、もう一本しか入ってないよ。紐二本どこ？もしかして、多分切るの忘れてるんだな。テイク、テイク。で、これの上のところの穴に入れます。紐、糸をくぐらせて。頭いいね、これ。はい、こういう風に結びます。すると、パラシュートの完成。あ、すごい！見ててね。見ててねっていうか見えないと思うんですけど。キョロちゃんが遊びに来た。キョロちゃんが遊んでみてください。それでは最後ですね。最後は、キョロちゃんヨーヨー。この間はけん玉でしたけど、今度ヨーヨーすごいね。紙で何でもできるんだ。天才かな？じゃあ、組み立てていきましょう。よし。できた！ピヨン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 。あ、面白い。壊れるの早い。結構時間かかりました。しっかりつけて、これで壊れない。ヨーヨー。多分これ補強しないと遊ぶことは不可能やと思ってる。面白いね。はい。というわけで、本日の主題のプログラミングキョロちゃんを見ていきましょう。プログラミングキョロちゃん、座る仕様になってますね。チピン。3個。で、一緒に遊ぶくる？ピ課題に挑戦モードは1。はい。自由に作曲モードは2。はい。キョロちゃんのお手本モードは3のボタンを押すくれ。なんだって？どうやら背中にね、ボタンがついてるんですけど、このボタンを押すことによって音を奏でてくれるらしいんですね。3つのモードがあって、1、課題に挑戦モード。2、自由に作曲もできるんや。すごい。そして3、キョロちゃんのお手本モード。ちょっとキョロちゃんのお手本を一回見てみようか。じゃあ3で。キョロちゃんのお手本モード、歌ってほしい曲を選ぶくれ。キラキラ星が多分著作権切れてるんかな。ちょっと聞いてみようと思います。キラキラ星です。オッケー。オッケー。歌ってみるくれ。オッケー。あ、すごい。クエ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 ク課題が1から6まであります。その中で初級の1だけにしますね。あとは皆さんご自宅で楽しんでください。ドミソドをちょっとやっていこうと思います。よし、やっていきます。入力方法の練習をするくよ。了解。この課題に一緒にチャレンジくれ。 OK。 ドの音を入力してみるくれ。1のボタンを押した後、はい、これでドの入力ができたく？ OK。 次はこれで。できた。結構簡単かもしれない。これはできる
ぞみんな。入力が終わったらキュー。オッケー。オッケー。歌ってみるか。はい。クー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 。課題成功おめでとうクー。ナイス。というわけでこれを1から6の課題をやっていきましょう。皆さん自分で楽しんでみてください。ちょっと作曲してみようか。多分同じテンポでしかできないんだと思うんだよね。難しいな。どんな曲ができたんでしょうか。それではお聴きください。あかね大佐で超適当ソング、ミュージックスタート。なんやね。途中までなんか保存しないときは7を押すクエ。作曲お疲れ様クエ。続けるときは面白いな。これね、ぜひ手に入れてやってみてください。おもろいわ、めっちゃ面白い。詳細はね、もう皆さん自分たちでやっていただけるとわかるんですけども、すごい簡単にドレミファソとか並んでてわかりやすいですね。オッケー、歌ってみるクエ。すごすぎる。バー